ウズ古墳群、ウズ古墳群の位置、ズマ古墳群は、大阪府寝屋川市東部の丘陵上にある、古墳群。現在では、ウズ高塚古墳以外の墳級は失われている。18号墳再現墳級出土品大阪府立、地下津飛鳥博物館企画展示時に撮影。寝屋川市東部のウズ高塚町。 国主庁とその周辺の丘陵には、円墳と考えられる渦正高塚古墳の存在が以前から知られていた。それ以外にも、各所から、萩和安駅が出土しており、付近には、小金塚、高肥塚、満室塚、諸塚、上野山、墓の山、松谷山、段谷山など、古墳の存在を伺わせる、塚や山のつく、小辞名が知られ、かつては、かなりの広がりのある、 古墳群が存在したようである。1962年には、渦ずまさつ神社の裏山から、おじかの頭部と考えられる埴輪が出土したり、1965年には、渦ず高塚古墳の南約300メートルで、木管寺仮層と考えられる主体部が発見され、鉄属、寺仮塔などが出土している。これ以外にも三管林、金管、同族、小持間玉がたまに、 マガタマさん、防水車2などが、付近にあった古墳の出土遺物として知られている。これらを総称して、渦政古墳群と呼ばれている。京都と大阪を結ぶ、第二京阪道路の建設に伴って2001年から2003年にかけて、大阪府文化財センターが、道路予定地内の事前調査を行い、古墳時代中期から後期にかけての墳給を、作兵された。 小規模な古墳25基を発掘している。これらの古墳は、尾根城で検出されたことから、渦政古墳群の牛群と呼ばれることになった。また同じく2001年には、寝屋川市により、渦政高塚古墳が、史跡整備のため発掘調査されており、その全容がほぼ明らかにされている。第2系半道路建設による事前調査で明らかにされたもので、尾根城に、 古墳の修行と考えられる遺構が多数確認された。調査前はほとんど削られており、主体部が明らかにされたのは1基のみで、木管自家層であった。古墳の規模は一辺、または直径が4から14メートルの範囲のものであった。異物は各古墳の修行から、末木や端木が出土しているが埴輪が出土したのは2基のみで、遠藤埴輪、朝、 顔形葉庭が出土している。これらの遺物から、おし群は5世紀中央から6世紀前央に築造され渦う高塚古墳を推し群の北西800メートルに位置する古墳で、渦ず古墳群では、墳球が完全に残る唯一の古墳である。2001年に、史跡整備に伴う発掘調査が実施された。 噴球は北西部に作り出しを有する直径37メートルを測る円噴であり、二段に築かれ、吹き石はなかった。噴球のテラスの部分には、円塔波庭列、作り出し部でも、円塔波庭列が確認されており、加えて人物、家、建鳥、水鳥などの継承埴輪が出土した。噴頂部では、埋葬主体が確認され、炭鉱、矢尻、 斧、バグなどの副葬品が出土している。埴輪などから5世紀後半の築造と考えられる。同じ渦政古墳でも、この高塚古墳と、押し群とでは、墳旧規模、出土遺物などで大きな格差があり、当時の階層を反映していると考えられる。群衆墳を構成する集団のリーダーの墓が、渦政高塚古墳、集団の構成員の墓が、 おし軍のような軍生古墳ではないかと考えられる。現在、うず高塚古墳は、寝屋川市指定史跡に指定され、うず高塚古墳公園内に整備保存されている。うず高塚古墳に関するカテゴリ。ありがとうございます。